6球満対関数層です。6球満3枚、関数層2枚、さらに吸収されて6球満2枚になって2対2。いや苦しい松本。まあ、萩原さんには2ピンはまあまあ切りやすいんですけどね。大輔さんに怖いかな。ノータイム一発目パーソーの大輔がいますね。そうですね、ドラ食い逃しのパターンでね、もう一枚使っての2ピンみたいなのありますよね、はい、ね、萩原はもうドラを切ってるんですよね。その3ピンを大輔がチーしています。3番手の大輔の手、安くはなさそう。9番が押し出された。3900、端っこ一発で捉えていきました。リーチ一発ピンフの3900で萩原トップ目に立ってオーラスを迎えます。さあチームのために、仲間のために、踏ん張ってトップを取りたい萩原。ただ天敗脳天で変わってしまうトップ目です。何の4曲ドラはイーマン、萩原の親番です。大輔さんのマンツモは同点2着ですか。マンガンツモは同点2着です。萩原まではわずかに届かず、300点届かないです。ただね、4着はそうそうないから、万が一以上は狙っていくしかないと思うんだよね。そして渋川はわずか2300点差、第1打が肝心と言わんばかりにここはしっかりと悩んでいきます。数万からドラのイーマン絶対使うぞ、1日3になったらいいねみたいな感じですかね、うん、萩原手が軽いですね。ただ白ポンするとジャンと頭が一旦なくなる形です。2300点差でした。ということは1500上がってもまだ竜脚脳天は狙えないんですね、はい、なのでそう、例えば白のみの1500っていうのはあまり効果的ではないという見方もできますか。そうですね、最低2000点は欲しいですね、はい、なのでリーチ勝負ですか。じゃあ完全でいくか。白はね、1枚切られたら受け駒、守備にも使えますもんね、ま、いやでもそういう局面じゃないですか。ただね、渋川さんに来られたらもう受け駒いらないですよね、うん、正直ね、はい、で松本は国士だ。なんとか夢を追っていこうということで、白あんこはすごく嬉しいんじゃないですか。これは決まり手にしたいね、こうなるとね、はい、渋川に条件を突きつけたい曲になりました。マンツも条件ぐらい消すぐらいの上がり欲しいですね、はい。渋川2300点差、ドラを1枚持っています。リーチドラ1でもう OK です。チーピン出た、チーピン出た、はい、魂のスルー、いやここはもう本手にするぞ、そんな声が聞こえてきます。これは魂のスルーでしたね。で、すでに自分で1枚使っているところですからね、うん、まあ、これだとピンズのいいペイコーというよりはね、ピンズジャントを1メンツにしてマンズ2メンツみたいなイメージですか、はい、さあそして松本はもう国士無双は一旦やめという格好になりました、うん、4枚目、え、緩和せず、うん、まあ渋川さんの条件を軽くする可能性がありますからね。そうですね、ドラ1枚が本当に運命を分けます、はい、あとドラ1枚に乗って大輔さんの満貫が跳ね満になったらもう何やってるか分かんないですからね、うん、ドラはイーマンです。イーマンの重なりを考える必要がないと思えば三蔵とかがありますね。なるほど、あの相図の5777779のところで頭と一面を作りたい。そうですね、あ、この方が一旦の受けは広いですか。広いですけど、うん、2万匹が採用できない可能性が、条件がある以上、うん、採用しづらいですね。さあ大輔、なんとかとりあえず一着順上がるのも大きい。マンガンツもまずは目指していこう。誰かからリーチ棒が出れば最高ですね、大輔目線は。そうですね、そもそもこれはリーチの一手ですね。嘘ロソでいきますか。
リーチだ。トップ目指して、先ほどわずかに届かなかったトップ目指して、ウーソーローソー待ちのリーチをかけます。上がればトップ、4枚山ポン。ダブナンドラドラ、ダブナン赤赤の甘露マン天杯です。そう、大輔はなんとこれ積もればトップになりました。リーチ棒が出ました。しかも甘露マン2山、ちょっと追い込まれたぞ萩原。赤ウピン、赤ウピンを見て考えている。どうなんだ、ごめんなさい、難しいですね。渋川さんのリーチは怖くないんですよ、どうせ上がられば逆転なので、はい、ただ大輔さんに報酬すると3着があるのでね、いやこれはより慎重になりたい。何ピン、数ピンか。かといって降りても、あと降りるのはもう吐く以外であります、選択肢。降りても相当トップにならないですもんね。一旦パーピン、筋のパーピン、いや激アツ、積もればトップ。スーピンが場に2枚切れでした。シャンポンに当たらない方、枚数は渋川決めた。リーズモドラ千二千。最後は逆転トップ決めました、渋川ナンバ魂の連投千二千。萩原あと一歩のところでした。ここは悔しい、しかししっかりと素点のある2着、大輔も最後条件のある手入れました。ありがとうございました。激しいぶつかり合いを制したのは今日攻めに攻めに攻めた渋川ナンバです。最後まできっちりとリーチで勝負に行って勝ち取りましたね。そうですね、ただ最後3人のトップ争いはなんか近況の調子がそのまま出ちゃった結果かなっていう感じはしますけどもね。はい、はい。